Marisa and Remu presents. ついに今回は日本世界遺産紹介のラスト、富士山を紹介するんだぜ。2020年に最初の放流時の動画を投稿してから約2年半ですものね。とりあえず一巡できて感動だわ。オープニングつけたり、ツイッターやってみたり試行錯誤しながらやってきたものね。コンパクトでスムーズに投稿していくコンセプトも、いつの間にか20分超え。こんな無駄話してるからね。さあ聞かせてちょうだい。日本の象徴、富士山を。今回紹介する富士山はご存知の通り、日本最高峰の3776メートルの高さで、南側の山麓は駿河湾の海岸にまで及ぶんだ。南側から見るのを表富士、北の山梨県側からの眺めを裏富士と呼ぶこともあるそうよ。どっちが表か裏かで論争している山梨の人を見たことがあるわ。海から山頂まで傾斜面が連なる成層火山としては世界有数の高さで、世界遺産には富士山域を中心に25の構成資産が登録されているんだ。構成資産数の25と今回の動画の第25回っていう数字が一致してて運命的だわ。でも、構成資産25件ってこと京都の文化財の17件を超えてるから、世界遺産検定では厄介な存在よ。ラスボスを倒したと思ったら裏ボスもいたの？って感じなのよ。寺と神社と城で構成された京都と違って、こっちは登山道とか住宅とか景勝地とかバラエティ豊富だからな。構成資産については次の章で紹介するとして、まずは世界遺産としての概要を説明するんだぜ。ここは山ではあるものの、自然遺産としてではなく文化遺産として登録されているんだ。サブタイトルにある通り、信仰の対象と芸術の源泉という価値が認められてってことよね。そう。まずは信仰について、歴史的に噴火を繰り返してきた富士山は、古くから恐ろしくも神秘的な山として崇拝の対象とされてきたんだ。崇拝ってのは、ご神体から離れた場所からその方角に向かって参拝することよ。紹介済みの世界遺産である沖ノ島も、遠くから眺めて拝むために沖津宮崇拝所ってのがあるわ。崇拝って現地に行かなくてもいいから、とってもリーズナブルよね。8世紀頃、繰り返す噴火を鎮めるために、富士山の火口に鎮座する神を浅間の狼として祭り、806年には天皇の命で神社が作られたそうだ。この神社は構成資産の富士山本宮浅間大社の前身とされるのよね。火山活動が休止に入った11世紀後半、富士山周辺では修験道の修行が流行し、ご神体である富士山に登りながら祈りを捧げると拝が行われるようになる。そして、山頂や山域での修行や巡礼を通じて神仏の霊力を獲得し、祇祀再生を成し遂げようとする独自の文化的伝統が生まれることになるんだ。霊力を獲得ってまるで悠々白書みたいね。まあこれだけの霊法ですもの。修行したらホイミくらい使えるようになるのかしら。そんな中、彗星のごとく登場したのが、長谷川鶴陽さん。16世紀末から17世紀にかけての修験道の行者なんだけど、富士山の山麓の人穴にこもって、富士五湖や白糸の滝での水掘りなどの修行を行って覚醒。不老長寿や無病息災を求める人々の思いに応え、富士講と呼ばれる富士山岳信仰の基盤となる組織を作ったんだ。なんとか講って聞くと現代のネズミ山式の金儲けを想像しちゃうけど、この富士講ってのは世の平和に貢献をする安心宗教なんでしょうね。それはわからないけど、これが18世紀以降に一般の人々にも流行し、都廃ルート近辺に構成資産となる各種施設も作られていく。起点となる登山口には新たな神社が建てられたり、宿泊所として使用された押し住宅が並ぶ集落が形成されていったんだ。この辺のなんちゃら住宅とかなんちゃら登山道が構成資産になってくるから覚えるのが大変なのよねー。独自の信仰が生まれる一方、四季折々の景観は多くの文学者や芸術家の創作のモチーフともなるんだ。
葛飾北斎や宇田川広重の浮世絵とかね。輸出陶器の梱包材として使われていた浮世絵がジャポニズムの発端になったのは有名な話よね。世界遺産登録名の信仰の対象と芸術の源泉ってのはこういったことを表しているんだぜ。このサブタイトル言っているの？って思ったけど、自然遺産じゃなくて文化遺産としての登録だよってアピールもあったのかもしれないわね。ちなみに、文学作品としては平安時代に作られたと言われる竹取物語にも富士山が出てくるんだぜ。かぐや姫がいない世界では永遠の命なんて意味ないと嘆いた帝が、不老不死の薬を日本で一番高い山、つまり富士山に焼きに行くエピローグなんだぜ。東海道新幹線の新富士駅には竹取物語という名前のついた駅弁も販売されているそうよ。かぐや姫の伝説にちなんだ弁当なんて素敵よね。第50回世界遺産マイスターの試験では、富士山に登山鉄道を整備する計画のプラス点、マイナス点について論じなさいという問題が出たんだぜ。そうねえ。パソナの本社機能移転先にするのはどうかしら。淡路島だけじゃなくて富士山にも通勤すればいいのよ。それじゃ竹取じゃなくて竹中物語になってしまうんだぜ。まあ、まとめると、古来より人々の畏敬を集め、信仰の対象となったこと、円錐形をした美しい姿は、多くの芸術家にインスピレーションを与え、数多くの芸術の源泉となったこと、これらが顕著な普遍的価値として認められて世界遺産になったんだぜ。さて、そんな富士山の25個の構成資産を紹介する。全部やるの？世界遺産検定1級のテキストでも6個抜粋して紹介してるくらいなのに、視聴者様もご覚悟いただきたいわ。まずは1、富士山域。ここは3域の構成資産がまとめて1個になっているけど、その中はさらに9個に枝分かれしてるんだぜ。1-1、山頂の信仰遺跡群。1-2、大宮村山口登山道。1-3、須山口登山道言語天馬口登山道。1-4、須走口登山道。1-5、吉田口登山道。1-6、北口本宮富士浅間神社。1-7、西湖。1-8、庄司湖。1-9、元須湖。元須湖は、旧上九一色村にある湖よね。かつオウム真理教のサティアンがあったところだわ。サティアン跡地には富士ガリバー王国というとんでもテーマパークが建てられたそうだ。巨大なガリバー人形が倒れているのよね。潰れちゃったけど一度拝んでおきたかったわ。あまりにも脱線しすぎたけど、今では世界遺産の所在地なんだから、何が起こるかわからないもんだぜ。この富士山域の中で、世界遺産検定1級に出てくるのは、1-5、吉田口登山道と、1-6、北口本宮富士浅間神社よ。なぜこの2つをピックアップしたのかは、謎だからぜひ世界遺産マイスターになって、編集の宮沢光先生に聞いていただきたいわ。私個人としては、1-1、山頂の信仰遺跡群ってのが、ロマンがあって好きなんだけどね。廃仏毀釈で仏像が破壊されちゃったみたいだけど、本宮富士浅間神社は、富士山の妖拝所に祀られていた、浅間の狼を起源とし、この北口神社を起点として、吉田口登山道が続いているんだ。富士港における登山本道とされていて、14世紀後半には参詣の道者のための宿坊もでき始め、大勢の人々が登るための設備が整うようになったんだ。ベースキャンプみたいな役割も担ってたのね。社殿の背後に登山門があるそうだからセットで行ってみたいわね。次に、2。富士山本宮浅間大社。806年に富士山の噴火を鎮めるよう平城天皇が坂の上の田村麻呂に命じて、浅間大神またはこの花の咲くや姫の御事を祀る神社として創建。国内各地に存在する浅間神社の総本宮で、富士山山頂頂には奥宮が鎮座してるんだ。富士山八号名城はこの本宮神社の奥宮境内地で、約120万坪の広さに達するそうよ。今みたいな登山ウェアとか靴がないのにあんな高い場所に施設を作るって、当時の登山者の方ってすごいわよね。この本宮神社の前身とされるのが、3。山宮浅間神社。境内には本殿がなく、富士山を仰ぎ見る方向に軸を合わせた位置に祭壇や妖拝所があるんだ。噴火を鎮めるために山を妖拝した様子が伺えて、
古代の富士山祭祀の形を想像させる史跡なんだぜ。大和尊の御事が創建したと伝わっているそうね。建物はないんだけど、こういう古代遺跡って好きよ。浅間神社は山宮も北口も世界遺産検定1級のテキストにも出てくるから要チェックね。私は選択問題に両方出てきた時、どっちが吉田登山口とセットのやつだったかわからなくなったわ。尺が足りなくなるから、以降は羅列してくんだぜ。4. 村山浅間神社、五須山浅間神社。6. 富士浅間神社、須走浅間神社。7. 川口浅間神社。8. 富士尾室浅間神社。9. 押し住宅旧戸川家住宅。10. 押し住宅長野家住宅。11. 山中湖。12. 川口湖。13. 押しの八海出口池。14. 押しの八海岡間池。15. 押しの八海底なし池。16. 押しの八海調子池。17. 押しの八海枠池。18. 押しの八海濁り池。19. 押しの八海鏡池。20. 押しの八海勝負池。21. 船津体内樹形。22. 吉田体内樹形。23. 人穴富士港遺跡。24. 白糸の滝。25. 美保の松原。結構あると思ったけど、浅間神社関係と推しの八海で稼いでたのね。世界遺産検定のテキストに出てきたのは人穴富士港遺跡だな。溶岩流内にできた長さ約83メートルの溶岩洞穴人穴と富士港公園が混流した200基を超えると廃止等々が存在するんだ。長谷川閣僚が供養を行い、入滅した風穴らしいぜ。なんか怖そうだけど行ってみたいわね。あと、世界遺産登録時に揉めたのが、25、美保の松原だな。今年のヤフーニュースにも出てたわ。日本政府が真っ赤な嘘で美保の松原を富士山の世界遺産にしたとのことよ。あまりに直接的な表現だから笑えたわ。美保の松原は約 7km の海岸に、約3万本の松が生い茂ってる場所なんだ。松林の緑、打ち寄せる白波、海の青さと富士山が織りなす風景は歌川広重の浮世絵や数々の絵画和歌に表現されてきたんだぜ。そこだけを切り取ると、芸術の源泉のカテゴリに入るのもわかる気がするわ。問題は、富士山から約 45km 離れている距離だな。あと、世界遺産諮問機関イコモスは、主観的な色彩の強い芸術の源泉に、懐疑的だったこともある。そこで、日本政府は、美保の松原は芸術の源泉ではなく、信仰の対象とすることにシフトチェンジ。美保の松原が、本宮浅間大社の所蔵する国の重要文化財富士曼荼羅図の下方に書かれているから、富士山と灰の過程を表す重要な場所として説明したそうだ。この記事曰く、本宮浅間大社の金森安彦権宮寺によれば、当時の名称をわかりやすく書いただけで、富士山信仰とは無関係であるとのこと。日本人の信仰についてユネスコ世界遺産委員会委員が正確に理解できるはずもなく、真っ赤な嘘だったとと締めくくられているわ。霊夢はこの記事についてどう思う？私個人の意見だけど、解釈変更とかロビー活動で逆転登録の話って、今までの日本の世界遺産紹介でもいくつか出てきたでしょ。似た話だと、沖ノ島だな。沖ノ島と3つの岩礁以外の4資産は関係ないから、除外すべしというイコモスの事前評価が出てたし。あれも宗像三女神の伝説と関連付けて、8つの構成資産の一体性を訴えるストーリーで逆転登録できたわけでしょ。割とよくある話だと思うし、この記事にしても、2013年に登録されたのになんで今更って感じだわ。と言いたいところだけど、この話だけで脚本量が増えてしまったからやっぱりダメね。これじゃ編集が大変だし、やっぱり1件くらい少なくてもよかったんじゃないかしら。だいたい、富士山から離れすぎなのよ。でも、イコモスの言ってる芸術が主観的ってのもよくわかんないのよね。そもそも、登録基準6文学、芸術などその他の分類自体が主観的だと思うし、霊夢、言ってることがはちゃめちゃなんだぜ。ただ、もはや登録されたっていう事実は変わらないからな。
今更何を言うのかっていうのは同意だな。さて、次はこの世界文化遺産に適用された登録基準。今回は3、文化的伝統文明、6、その他、宗教、芸術が適用されたんだぜ。具体的な適用理由は次の通り。3、富士山の周辺地域では、古くから富士山を神仏の居所とする山岳信仰に基づき、火山の共生とともに山麓の湧水などにも感謝するという独自の伝統が育まれてきた。その伝統は、時代を超えて富士登山や巡礼の形式などに受け継がれた。富士山とその信仰から生み出された多様な文化資産は、今なお生きる山岳信仰や文化的伝統を伝える、類のない例である。6富士山は、日本の最高峰であるとともに、円錐形をなす独立成層火山としての荘厳な姿から、日本固有の詩歌や文学作品にも書かれるなど、古くから様々な芸術活動の母体となってきた。19世紀には浮世絵に描かれた富士山の姿が近現代の西洋美術のモチーフとなり、西洋の数多くの芸術作品に影響を及ぼすとともに、日本や日本文化を象徴する記号として広く海外にも定着した。平成18年の暫定リストによると、当初は3、4、5、6の適用を考えていたみたいね。4は信仰に関して、全国に展開した宣言信仰の中核を担う建築資産、景観形成。5は山麓の草地景観から人間と自然の独特の関係を表す土地利用で目指す構想があったぽいわ。最近の世界遺産は複数の理由で広く浅くってのが通用しにくいからな。浅間神社の建築様式の展開と文化的景観で押すよりは、修験道と富士講を中心とした信仰と芸術に絞ったんだろうな。暫定リスト段階の候補物件は42件もあったわ。そんなにあったら編集が地獄だったから、絞ったのはナイス判断ね。当初の候補物件、お鉢巡りや鳴沢氷結も含まれているから面白いな。鳴沢氷結は天然の冷蔵庫って感じですごく面白かったわ。確かに信仰や芸術はあんまり関係なさそうだけどあら。天然記念物を中心とした観光スポットを集めて、信仰と芸術に関する場所に絞っていった過程がわかるから面白いわね。次に、世界遺産登録までの経緯。1990年代初めから、富士山を世界遺産にという運動があったそうで、当初は自然遺産としての登録が検討されていたそうだ。2000年代の世界遺産のファンコミュニティでも、富士山は世界遺産にすることが可能なのか掲示板で議論されていたのを見たことがあるぜ。ゴミの問題と、あと、世界的に見て地形や生態系が普遍的なものなのかという点で、自然遺産としては厳しそうって話だったのよね。2003年の環境省による自然遺産振興保地選考作業では、富士山が含まれていたそうだけど、結局見送られたからな。2005年に、富士山世界文化遺産登録推進要件合同会議が発足。山梨県静岡県が連名にて富士山の世界文化遺産登録についての要望書を文部科学省文化庁に提出し、文化遺産としての登録を目指す方向で調整されていったんだ。自然を文化遺産として推薦するって、テーマと候補地の選定が難しそうよね。信仰の山としての世界遺産なら、大山、鉱山、跡資産などの先例があったから、その辺も参考にしたかもしれないな。その3つは文化遺産、自然遺産両方の価値を備えた複合遺産よね。特に大山は文化遺産登録基準1から6を全て満たして、かつ、自然遺産登録基準の7も満たしているんだからとんでもないわよね。全ジョブをマスターした強キャラっていう感じよ。2006年には山梨県静岡県両知事が文化庁長官に暫定リスト提案書を提出。さっき話していた通り、当初の構成資産は42件だった。2007年にはユネスコ世界遺産センターにおいて富士山が暫定リストに記載。2010年に開かれた学術委員会で、富士山の普遍的価値は、信仰、芸術、景観の3つを評価基準とすることなる。そして、
千円紙幣に題材とされている元彦が、イコモスの求める国際的評価のある展望線の条件を満たす可能性が最も高いということから、構成資産に含む方向性となる。当初は候補じゃなかったのね。確かに紙幣に書かれたらなんとなく国際基準を満たしてそうなイメージだわ。しかし、富士五湖の中でなぜ一つだけ世界遺産になるのかという反発があり、山梨県は富士五湖全体での登録を目指すことになる。出たわ。こういうことがあるのよね。あっちが世界遺産ならこっちも。で、しかし、業者などの地権者の同意の手続きがなかなか進まず、違法営業しているボート業者の存在から、事態が複雑化。世界遺産になるためには自国の方で保護されていることが必要だものね。富士五湖の文化財指定のために同意が必要となったわけね。でも、そうなると営業に規制が入って歓迎しない関係者も出てくると、構成資産が多い物件だとよく聞く話だわ。結局2010年に文化庁への提出を目指していた推薦書原案の提出を見送ることになる。2011年に入ると、富士五湖の文化財指定に同意した権利者が約 97% に達し、推薦書原案を文化庁長官に提出する。1年でよく同意にこぎつけられたわね。どういう手法を使ったのか気になるわ。マネー的な解決もあったのかしら。2012年に、ようやくユネスコ世界遺産センターへ推薦書提出。2013年、イコモスより調査の上で、構成資産のうち美保の松原を除いた上で登録すべき、という条件付きの登録勧告が行われる。さっきの美保の松原事件ね。結局、芸術というよりは信仰の対象としての遺産であるとして逆転で認められることになるわけよね。こうして2013年6月16日よりカンボジアのプノンペンで、第37回世界遺産委員会が開催され、6月22日に富士山は世界文化遺産に登録されたんだ。なんか、本当に色々あったわね。この頃登録された日本の世界遺産って、石見銀山、平泉、鎌倉と厳しい評価が続いてたから、ほっとしたのを覚えてるんだぜ。というわけで今回は富士山を紹介したんだぜ。霊夢、どうだった？ここは構成資産が多いから後回しにしてたのよ。どういう脚本にしたらいいのかと。まず、これを世に出せたことだけでも感無量だわ。それはオフレコなんだぜ。とはいえ、今まで支えてくださったチャンネル登録者様には本当に感謝なんだぜ。本当よね。いただいているコメントも本当に励みになっているわ。最近は世界遺産のチャンネルが増えてきたけど、一つの世界遺産をとことん掘り下げるというスタンスは変えずに今後も頑張っていきたいんだぜ。とはいえ、日本の世界遺産は全部やったわけでしょ。今後はどういう動画を作っていくのかしら。目下の目標は、初期の作品のリメイクだな。実験的なものだったし。あれはあれで味があるとは思うんだけどな。味も何もあれは登録基準の羅列で脚本の尺を取りすぎよ。もう一度今の構成で取り組みたいわね。とにかく、佐渡島の推薦書をしくじってくれたおかげで、日本の世界遺産は少なくとも来年まで増えることはないわ。せっかく世界遺産検定マイスターも取ったんだし、海外の世界遺産も視野に入れて今後も頑張っていきましょう。日本、海外を問わず、掘り下げてほしい世界遺産があればぜひコメントで教えてほしいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。